番号2070番、うまいです。開催通知の32ページ、第16号議案、福島原発事故原因の解明を説明いたします。人類は科学技術の発展とともに、幾多の悲惨な障害を自らの上にもたらしてきました。福島原発震災は、被害の規模から言えば、我が国では前例のない歴史上最大最悪の公害事件です。時間的にも空間的にも、ひどいなき惨状を呈しています。さて、この未曽有の事故の原因を究明することの重要性を、壇上の現役員の皆さんは、どれだけ重く感じられておられますか。株主の皆さんは、どうでしょうか。我が社は、事故の当事者でした。真っ先に事故原因の解明に努め、責任者は刑に服すべき立場にあります。ところが、津波の予測をどのように検討してきたかということすら、いまだに解明されていません。これは放射線とも、事故現場とも関係ありません。それらは本社にあるのです。それでも、社外のさまざまな立場の方々から情報が寄せられ、津波対策の経緯については糸口が見えてきました。具体的な例を挙げますと、なんと1997年に当時の規制当局から想定の2倍を超える津波による被害と対策を提示するよう指示を受けています。これを受けて全自連が2000年にまとめた結果を見ると、福島第一原発と島根原発だけが想定のわずか 1.2 倍で影響を受けるとあります。第一原発は国内で最も津波に弱い原発であることを15年前のこの時点で我が社は自覚したわけです。 1.2 倍とは建設時ではなく、その時点の数値解析の想定を基準としていて、6メートル前後に相当しますから、海抜4メートルの埋め立て地に設置した排水ポンプは使えなくなり、電源喪失しなくても海からの取水ができなくなり、冷却不能の危険に陥ることが判明したのです。また、この6月公開された国際原子力機関 IAEA の福島原発事故報告書の要約版でも、想定を超える津波だった浸水深さを予測しながら対策を講じなかったことが厳しく指摘されているということです。1週間前にはマル秘扱いの社内文書も明らかとなりました。ここは須藤さん以下現役員を評価したいのですが、歴代の役員らの責任を問う株主代表訴訟に補助参加している我が社が裁判所の勧告に応じて証拠として提出したからです。現在の事故調査委員会では政府の事故調査委員会では個人の責任を問わないことを条件にヒアリングを行ったとして、我が社は調書の開示を本人の許諾に任せており、吉田所長以外はほとんど開示されていません。私も個人の責任を問わないことには賛成します。その代わり、すべて上司ひいては経営の元トップが責任を取るべきと考えます。そう保証することで我が社は率先して原因